2018明治安田生命 J2 リーグは第6節。この時間は東京ヴェルディとモンテディオ山形の一戦をお送りします。さて、両チームのイレブンがピッチに入場してきました。緑色のユニフォームがホームの東京ヴェルディ。今試合が始まりました。まずはホームのヴェルディ、緑色のユニフォーム、前半は左から右に攻めていきます。右から左に攻める黄色のユニフォームがアベーの山形です。左で奈良が呼んでいる、畑中に送ります。そして奈良、山田とのマッチアップ、クロスが入る、合わせた、ファーこぼれてきた、林、ヴェルディ先制。前半の30分、ホームのヴェルディが先制しました。これどうしましたかね。あ、今これは主審と今ヴェルディの選手がやりや、まあ、言葉を交わしているということは、これはゴールは認められたのか認められなかったのか、改めてリプレイです。あ、この時に林がオフサイドということですか。そういうことですね。ロティーナ監督も不服そうな表情です。山田からちょこんと裏のスペースへダイレクトで上げる、ゴール前、ボールこぼれてクリア、どうだ、ラインを割っていたか、入りました、入りました、ゴールイン。ヴェルディの選手は猛抗議。いやー、今のキーパーチャージじゃないかっていうところじゃないですかね。山田から裏へのボール折り返して、坂野とキーパーの上福本の競り合いでした。相手がこう勢いよく入ってきたんで、はい、それによってその勢いでこう、まあ、ボールをがそのまま入ってしまったっていうね、いう感じになってたと思うんですよね。ノーゴールじゃないですかこれ。あ、そうですね、ここもゴールは取り消されました。つまりファールという判定、まあ、これに対して木山監督はこの表情、このジェスチャーです。山田のボール、ヘディング、最後は3番の井林です。まあ、ボールもね、いいボール入りましたけど、タイミングはね、非常にこう準備してきているものですよね。